このお話は人生のピンチを前世によって救われた一人のクリニック専門セラピストの嘘のような本当のお話。今のセッションに不安がある。もっと手応えのある結果を出したい。セラピストになりたいけど自信がない。そんなスキルアップしたい本物志向のセラピストさん。セラピーを取り入れたいと思っている医療関係者。前世療法、インナーチャイルドワーク。代替医療に興味がある方にはぜひ見ていただきたい動画です。1967年、愛知県に私は生まれる。父、母、私、二人の弟の五人家族。いつもぼーっとしていて、何を考えてるのかわからない。ちょっと変わった子。鬼ごっこはすぐ捕まるし、ボール投げは届かない。一人で空想の世界へ飛び込んで、何時間も過ごす。あきこ、起きてる？寝てる？どっち？ああ、消えちゃった。3年生の時、弟がトラックにはねられそうになった。目を開けると何も起こらなかった。あと1秒ずれてたらどうなっていたんだろう。それから現実と目に見えない世界の関わりが気になった。高校生になると宇宙物理学や哲学などたくさんの本を読んだ。何もない一日も注意深く観察すると面白い。大学は空想好きを生かし、暮らしを想像できる建築家を目指す。卒業後は住宅メインの設計事務所に就職。周囲の人にも恵まれ、あっという間に2年が過ぎた。ある時飲み会で、オイリトミ知ってる？と聞かれた。世界の調和？それって何？気になってシュタイナー教育の縁でワークショップを開いてもらった。世界と調和しながら歩いて、そんな簡単な、と思ったが、全然できない。当たり前がガラガラと崩れた。私、すごく大事なことを忘れていたかも。オイルトミを学びたい。勤めていた設計事務所を辞め、留学資金を稼ぐためにトラックドライバーになった。朝4時に起き、箱一杯の玉ねぎを積んで、スーパーへ運ぶ。理由を説明すると、みんなが助けてくれた。1年働いたが、4年分の学費には足りない。どうしよう。親は猛反対。でもやっぱり行きたい。私はイギリスの学校へ入学を決めた。飛行機では行かず、船とシベリア鉄道で向かった。日本人は私一人。英語も喋れないのでまるで赤ちゃん。基礎授業は調和をしながら動く。たったこれだけなのになかなかできない。ぶつかるとイライラが爆発。しまいには物が飛んできて、調和とはほぼ遠い毎日。2年生になると複雑な動きにステップアップ。鳥の群れのように一つになり、自分がなくなる。意識が超越していく感覚は心地よかった。休みの日は財団やロータリークラブへ手紙を書いた。何十通も送る。もうダメかなと思ったら返事が来た。支援企業のロンドン支部で面接をし、授業料を支援してくれることになった。よかった。これで勉強を続けられる。4年目はヨーロッパ各地を回る。卒業公演はスイスで行い、あなたのパフォーマンスとっても素敵だったわ。と褒めてくれた。勉強中、体の変化に驚く。中心軸が整い、スッと立てる。私はシュタイナー医学も学びたいと思い、治療コースへ進んだ。オイルトミは100年の歴史があり、保険適用セラピーとして治療も認められている。昼間は実践、夜は医学講義。授業は大変だったが、H を呼び起こすような内容にワクワクした。帰国後、シュタイナー医学に興味のある船渡クリニックでセラピーをやってほしいと依頼された。カルテを共有し、患者さんの病状に合わせながら本来のエネルギーへ整えていく。治療コースの学びが役に立つ。患者さんの反応も良かった。でも、時間はかかる。もっと話を聞いてほしい。不安や恐れから自分を責め続ける方もいる。そんな心の叫びを早く解消する方法はないのかしら。そう模索していた時、医療従事者向けの前世療法、インナーチャイルドワーク講座に誘われた。正直あまり期待はしていなかった。しかし実際に体験してみると、私の魂の本質が明らかに。
時代は古代ペルー。私は全身真っ白な肌を持ち、神の子として崇められていた。名前は小鳥。ある時スペイン人が村を襲ってきた。私たちはマチュピチュへ逃げた。そしてあの山の頂上から村の平和を祈るように言われる。他の人に会ってはいけない。一人で祈り続けなさい。寂しかった。もっとみんなと一緒にいたい。平和を祈るより人に寄り添いたい。目が覚めると涙がこぼれていた。小さい頃から感じていた疎外感。鳥のように自由になりたいと妄想した日々。見えない世界に魅了された学生時代。そしてセラピストとして寄り添う私。そうだったのか。人生は決して偶然ではない。魂の記憶に導かれて生きている。衝撃だった。私は早速このセラピーを取り入れた。体、心、魂の調和をよりダイレクトに実感でき、たった数時間で生きる本質を自分で見つけることができる。これはすごい。インナーチャイルドワークでは幼少期のわだかまりを丁寧に解放していく。すると過去が変わり、人間関係が変わり、気持ちがぐんと楽になる人も多い。しかし現実は大変だった。精神科に通う患者さん、パニック状態の方もいる。心の深い部分へアプローチすると怒り出したり非難する人もいた。気にしないと頭で分かっていても心は傷ついた。そんな時は自分のためにセラピーを受ける。すると人の期待に応えられなかった、理解されず離れてしまった、などいろんな前世が現れた。インナーチャイルドワークではいい子でいなくちゃという思い込みの感情を見つけた。私のせいで怒らせているという思考パターンになっている自分がいた。過去の恐れが今の恐れとなって反応している。クライアントの期待に応えるセラピストになろうとしていた。何度も何度も手放し、ぶれない自分を模索する。すると患者さんの反応も変わり、安定した状態でサポートできるようになった。10年が経ち、独自セラピーを確立し自信を持ち始めた頃、カウンセリングを続けていた A 子さんが突然自死された。なぜ、どうして。何度振り返っても糸口は見つからない。私、兆候を見抜けなかった。ご家族に感謝されるとさらに落ち込んだ。疑いのかけらが生まれると患者さんと向き合うのが怖くなった。このままではいけない。私はトリシアの前世療法ワークを受けた。暗闇の中の扉を開けると A 子さんがいた。恐る恐る近づき声をかけた。なぜ泣いているの？と尋ねると、彼女は顔を上げてこう答えた。死んでやっと先生が言ってたこと全部わかったの。私は声を上げて泣いた。嬉しくて泣いた。言えなかったさようならとありがとうを言って、お別れをした。目の前が一気に晴れ、自分への疑い、迷いも消えていた。前世療法のおかげで私は救われた。院長からがんの言い分を聞くセラピーをリクエストされた。がんと対話をするとネガティブな印象がガラッと変わったり、病気の原因に気づく人もいる。反応も様々で、腸が動き出したり痛みが消えてしまう方もいて驚いた。変わりたいと強く願うがん患者さんは、これまでの人生がガラリと変わる気づきを見つけていく。前世と今世を対比しながら、しっかり現実に落とし込むオリジナルセラピーとなった。院長先生からは、何より表情が全然違う。ここまで病気のイメージが変わるセラピーはないと思う。自分で決める治療が一番いいし、特にがん治療を進めている先生方にはおすすめしたいセラピーですね。この素晴らしいセラピーと
その可能性をもっと多くの人に知ってほしい。2018年、リボーン式前世療法インナーチャイルドワークセラピスト養成コースを開設。自律神経系の新しい考え方や実践形式で知識や技術をしっかり伝授し、どんなクライアントにも対応できる本物のセラピストを育成しています。受講生からはセラピストとしてのノウハウだけでなく、実生活に良い変化が起こる方も多くいます。単なる前世体験ではないリボン式セラピーは、人生の在り方を見つけ、現実を変える方法もお伝えしています。今まで5000人以上と関わり、約 98% の人が前世を知ることができています。数々の奇跡に寄り添い、私はいつも感動しています。25年以上、クリニックでセラピーを続けて思うこと、医療の場にも対応できる質の高い本物のセラピストがもっと増えてほしい。いつか海外のようにセラピーが保険適用になれば多くの人が救われるはず。今世でできる限りの解放をすること、それは魂の来世を作ることにもつながります。セラピストは魔法使いではありません。適切な技術と知識を学べば誰でも習得できます。あなたも本物のセラピストとして活躍してみませんか？最後までご視聴いただきありがとうございました。